ふう、東京だ。お勤めご苦労様です。あれ、373系じゃないか。なんでここにいるんだ。373系が東京行きたいというもんでな。本社に行って今日だけ運用を復活させてもらったんだ。東京駅と言ったらあれですよね。最近丸の内駅舎復元されましたよね。そうそう、そうだよね。いいな、みんなちょっとだけでも見えるなんて。丸の内駅舎復元か。どれ、ちょっと私が東京駅についていろいろ教えてあげようか。よろしくお願いします。東京駅、この駅は日本屈指の大ターミナルである JR 東日本東海道本線、東北本線、京葉線、総武線、東北新幹線、JR 東海、東海道新幹線、東京メトロ丸の内線が乗り入れている。一般旅客案内状では JR 東日本の路線は中央線、山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、総武線、京葉線、東北上越長野山形秋田各新幹線が乗り入れているということになっている。そんな東京駅は日本で一番一日の定期営業列車の発着本数が多い駅としても知られている。この度復元された丸の内駅舎は東京駅が開業した頃の姿で、総工費は500億円かかったとされている。この500億という大金、 JR はほとんど払っていない。と言っても別に滞納とかそういう話ではない。空中券。空中券とは、使っていない容積率を別の建物に移すことができる権利のことで、容積率は延べ面積を敷地面積で割った数値のことである。東京駅ではその容積率を 20% ほどしか使っておらず、本来ならば5倍の高さまでの建物が建築できる。使っていない 80% の容積率は空中券として周りの建物に売って500億を集めたというわけで、東京駅周辺の建物はこれのおかげで他よりも高く建設されている。東京駅の歴史は古く、1914年まで遡る。計画時は中央停車場と呼ばれていたが、開業直前に名称を東京駅とすることが決定。12月18日、京浜線開業と同時に開業。20日からは一般人向けに開業した。駅舎はオランダ鉄道のアムステルダム中央駅がモデルだという説がある。ホームは4面、これらは第1条工場、第4条工場という名で呼ばれていた。4面9線で構成されたそれなりの規模を持つ駅であった。第1、第2条工場は電車線、第3、第4条工場は列車線が使用していた。駅舎中央の入り口は公室専用口となっており、一般の旅客は南北に設けられた出入り口を利用する形としたため、とても長大な建物になっている。地下には中央郵便局等へ通ずる郵便専用の地下通路が設置され、この通路は現在でも車椅子をご利用のお客様の案内に用いられている。1915年11月2日、東京駅に宿泊施設が誕生した。その名は東京ステーションホテル。日本では当時まだ珍しかった昇降機が設置されるなど、西洋の技術を取り入れた洋風のホテルで注目を集めたことだろう。1919年、中央本線が開通。東京駅第一条工場への乗り入れを開始した。と同時に山手線では、のの字型運転が開始された。1923年9月1日、11時58分、32秒、関東大震災が発生。この大震災ではプラットホームの柱が傾くなどの被害があったが、大きな損傷があったというわけではなく、東京駅には尋ね人のビラが大量に貼られた。似たような構造を持つ万世橋駅や新橋駅、横浜駅は、全焼、壊滅的な被害を受けていた。これほどの大地震でも倒壊しなかったというのは、奇跡だったのかもしれない。1925年、山手線環状運転開始。第一条工場が中央線用のホームになり、
第二条工場での山手線、京浜線の、供用が始まる。この時中央線ホーム有楽町よりには、引き込み線が設置された。1929年、八重洲橋が、完成したことにより八重洲口が、設置された。当時はこの写真ほど立派なものではなく、こちらでは列車の切符は売っていなかった。1942年、第五条工場が新設。第一条工場、中央線。第二条工場、山手線、京浜東北線。第三、第四、第五条工場、東海道線という配置になった。力強く成長していた東京駅だったが、ある日を境に平和な日々は打ち砕かれた。終戦後すぐに始められた復旧工事は1947年3月まで続いた。東京ステーションホテルは復旧が遅れたものの1951年から営業を再開している。こうして新たな八角形のドームを授けられた東京駅は50年余り人々を見守り続けるのである。1948年11月16日、八重洲口に新たな駅舎が、脱が翌年4月29日に、失火により消失、異常なまでに短命な駅舎となってしまった。1953年、第6条工場、第7条工場が新設された。山手線、京浜東北線の、田町、田端間複々線化により山手線と、京浜東北線の運転が分離されることになったため第3条工場も電車線での使用が決まりその分の列車線を補うため2つの条工場を新設するという運びとなった。使用が先に開始されたのは第7条工場で7月1日から第6条工場8月1日から使用を開始した。1956年7月20日東京駅に地下鉄道が敷設された。地下鉄4号線、またの名を丸の内線という、延伸時は東京が終点だったが、翌年12月15日には、西銀座まで延伸された。1964年、東海道新幹線開通により第8、第9条工場が新設。新幹線という一大路線の、乗り入れにより八重洲口の整備が、行われた。新しい鉄道を迎えるためこの八重洲口は大きな変化を遂げた。新しくなった八重洲口がこれである。この八重洲口は鉄道会館として建設され、2階から5階は大丸、6階は物産館、7階から12階は貸事務所となっていた。新しい東京駅の顔がここに生まれたのである。1969年、光の16両下と列車増発に伴って、2面3線だった新幹線ホームを、16番線新設により2面4線化。さらにホーム橋の延伸も、行われた。高度経済成長期を、迎えた日本、鉄道の利用も急速に、増え国鉄が打ち出した5方面作戦。その一環として地下では1972年7月15日に総武地下ホームが新設された。1975年3月10日、暴走特急を裁くため地下4番線を設置。1976年10月1日からは、品川方面の列車も運転されるようになった。東海道新幹線では16番線新設でも、万博輸送や山陽新幹線岡山延伸など、需要が急激に伸び続け線路容量が逼迫していたため、東海道線で使用していた第7条工場を東海道新幹線に転用することを決定。1973年頃第7条工場を一時廃止。1975年7月18日より15番線1線の使用を開始し、14番線も1979年12月1日から使用が開始され、現在の3面6線の姿となった。1987年4月1日、日本国有鉄道が吹っ飛び、東京駅は JR 東日本、JR 東海の駅となった。1990年3月10日、
JR 初の新線、京葉線の地下ホームが、成田新幹線ホーム予定地に、開業。京葉地下ホームは当初から2面4線で、現在も変わらない。1991年6月20日、東北新幹線が、東京まで延伸。第6条工場が東海道線から東北新幹線ホームへと、転用された。これにより東北への鉄路が、繋がれた。1997年、北陸新幹線開業が、迫り、新幹線ホームの増設が、必要となったのだが、東北新幹線のようにすんなりと、在来線ホームから転用ができなかった。在来線のホームが足りなくなってしまうのだ。新幹線用のホームを、新設しなければならないが、その分のホームが足りない。このような状態に立たされた JR は驚くべき奇策を、取った。JR が目を、つけたのは中央線。そう、JR は第一条工場の上に、中央線のホームを移すという大掛かりな方法でこの問題を、解決したのだ。重層化した中央線ホームは第01条工場や、重層中央ホームなどと、呼ばれている。これにより第一条工場が開くので、第一条工場、京浜東北線北港、山手線内回り、第二条工場、山手線外回り、京浜東北線南港、第三、第四条工場、東海道線、と在来線のホーム配置が、丸の内側にずれ、第五条工場が開き、そこに北陸新幹線ホームが、設置された。重層化により解決した北陸新幹線ホームの、問題、やっと落ち着いた東京駅であった。2003年5月30日、丸の内駅舎、重要文化財登録。2007年5月30日、丸の内駅舎復元工事機構。そして、2012年10月1日、丸の内駅舎復元工事完了とともに、グランドオープンという運びとなった。かつての姿を取り戻した東京駅は、今日も日本の鉄道を、ここに、訪れる乗客を、見守っている。